おいす、こんにちは、メリーです。今回は新キャラクタービオーネを使っていきたいと思います。確定購入枠で1840円かな、買いました。なんでもうこれ買ってちょっとだけ引いたけどね、まあそんな大した引きはできてないんで、別に見せるほどでもないっていうところですね。まあ普通のキャラが出ました。でビオーネは1体しか出なかったんで、ワンチャンもいて欲しかったけど、まあ、武器は最悪なくてもどうにでもなると思います。まあ、属性吸収がね、アシストで4次元方面で溜まってヌトとかでヘイストされる時に役に立つかなとは思いました。はい、ということでビオーネは変身キャラクターです。22ターン変身、3ターンヘイスト、スキルもともと3つ持ってるキャラで変身します。で変身すると暗闇耐性プラスを持って回復ドロ強の2つある、10コン10コンで無効貫通で L 字でも火力を出していけるよっていう、まあまさにロイヤルオークに持ってこいの変、キャラクターですね。バルキリーシエルが回復ドロ強を持ってて、まあ一緒にビオーネと使ってあげて足りない回復力をしっかり補ってくれる。今までベリアル水霊とかあったかもしれないんですけども、ビオーネがね消せない状態解除、4次元の探訪者では消せない状態さえ解除してしまえばなんとかなるので、非常に活躍できるキャラクターとなっております。今回はこのキャラクターをサブに入れて、編成はこんな感じの編成でやってみようかなっていうか、もうやりました。はい、ノーコン無事行けましたので、そちらの方をね一緒に見ていければなと思います。編成紹介しておきます。ロイヤルオークには、チャコルじゃないです、チェルンの武器をつけております。もう同じような名前が多いんよ。チェルンのグーですね。はい、雲耐性と、あとはまあ列強で HP 持っていいねっていうところです。で、遅延は4つ、キラーはまあ気持ちで神キラー1個振ってますっていうところです。で、ビオーネは神キラー4度としました。遅延2とか振ってもいいかもね。ちょっと遅延来たりするので、まあ、ウィジャスとかね、まあその辺、耐久することになりそうだったら遅延は欲しいかもしれないです。で、バルキリーシエルには攻撃キラーをつけているのはシャロンを抜きやすくするためですね。で、アシストはアマツで最初ヘイストしていきます。ここで回復力もさらに補っております。で、キャプテンアメリカ。はい、OK です。アメリさん合格。で、毒耐性と、あとは聴覚性は操作負荷で、攻撃キラーは同じくシャロンを抜きやすくするようにしております。で、上には、毒耐性はいらないか。HP を盛りながらの戦国の天数ラケットで遅延をしていきます。HP、まあ、足りてたっちゃ足りてたような気がするんで、まあ、ここ遅延の3ターンスキルの遅延とかでも、目の輪とかでもいいんじゃないかなとかも思ったりはした。はい、でライネスは今回マシンキラー要因ですね。しっかり見るに刺していきます。足りないお邪魔耐性を聴覚性で補ってます。で、属性吸収ダメージ吸収無効要因で伊之助です。まあ主にはライネスは本人のスキル進化させて使っていきます。フレンド枠のところには、これがねクガネの武器ですね。ドロ強と、あとまあ列もさらに持ってるよっていうところです。サンタンヘイスト、まあこれはね一応ヌトで溜まって使うっちゃ使うけど、基本そんな使うことはないです。はい、というところでこの編成でやってみたので見ていきましょう。はい、ということで見ていきましょう。で、ロイヤルオークで普段やっていないので、もう不慣れな部分が多いかなと思いますが、ちょっとデイトナの味を占めてしまうとね、ロイヤルオークがちょっとデイトナに比べるとやりづらい感があってね、ちょっと苦戦しました。はい、ということでロイヤルオークはまず変身しますが、ライネス打ってキャプテンアメリカ遅延かけて、まあその後ヘイストね打ってロイヤルオーク変身と、で最後に今回のビオーネでヘイストかけて3ターン待ちます。で3ターン待ったらロイヤルオーク上がるので、ロイヤルオーク変身して2列組むとね、ちょっと黄色も飛ぶ可能性があるんで、列プラス3みたいな感じで組んでもらった方がいい。まあこれ落ち込んきても大丈夫で、闇がまあこれで半分ぐらいなんでね。で、もう片側のロイヤルオークも変身してもらって、で、削り切るときはしっかり全力で2列以上組んで突破していきます。はい、じゃあこれで突破ですね。で、2階層の水吸収は捨ててますので、よろしくお願いします。はい、ということで、今回は、光だったんですが、闇が出た場合は、半分まず削らないといけないので、エンハンスなしの全力パズル。まあ、十字プラス列とかで全然大丈夫です。それぐらいで、まあ、暗闇解除もしながら削ってもらえればいいかなと思います。今回はね、もう吸収外してますので、もうロイヤルオークって全力でワンパンですね。で、操作時間縮められてるので、ここでバルキリーを撃った方がいいです。で、次にキャプテンアメリカを撃ちます。で、ここの階層はカメさん以外を倒していかなきゃいけないので、まあ、2回全力で殴れば、両サイドが沈むかなっていうところですね。で、キャプテンアメリカ撃って、あとはロイヤルオークで倒していきますと。
で一発でまず闇が沈んで、もう一発で黄色が沈んで、で神さんおこで、ライネスでダメージ吸収無効やって、でロイヤルオークで全力です。で次の回想クロノスはもうどうでもいいっす。列で勝手に沈むんでスキップですね。はい、で次5回想リーザは捨てかな。ちょっとこの編成みんなどうやってんの。ロイヤルオークでリーザ抜くとき有利とかでも入れるの、火属性に変化させる。あのロイヤルオークの人の編成あんまり見てないんですけど、とりあえずシャロンとライラはいけるので3ターン待ってもらって全力でキラーがね、ここで攻撃キラーが刺さるのでしっかり抜いていけると思います。で倒してもらったら次チェスターはもう言うこと特にないかな。2パンなので全力で組んでもらえれば大丈夫です。2回目ねルーレット生かしながら列プラス3は欲しいんじゃないかなと思います。今回は2列組みましたけど、じゃあ7階層はこっちは当たりですね。あっちのもう一人のアストレアの方はねルーレット常にあるのでめんどくさい。でとりあえずこいつはちょっと削って、まあ、木になる手前ぐらいで無効貫通組んでいくぐらいの気持ちでいいかなと思います。アストレアは属性別に火になろうが光だろうが別にどうでもいいんで、こっちはね副属性が木なので副属性まで削ってしまうとちょっと抜きづらくなるんでね、まあ、ある程度削って無効貫通は組めるなっていうところでしっかり無効貫通組んで突破してもらえればいいかなと思います。僕もね解説あんまり完璧にはできないと思う。ロイヤルこれが出たらこう、これが出たらこうは全部は分かんないですね。で今回は読みでした。読みは半分切った時に水生成してくれるのでそれを生かしてそこで突破するっていう感じかな。だから最初から全力じゃなくて最初は L 字とか、ここでねビオーネの L 字消しの火力が活かせますね。 L 字や縦一列とかで組んで半分削ったら水大量生成してくれるのでそれを生かします。オロチはまあ最初は欠損してなかったらそのまま組んでもらってチビチビ削る感じかな。ロックされて欠損したらアメリカかバルキリー打つような感じになると思います。で今回はヌトを引きました。でヌトの説明だけしようと思うんですが、とりあえずヘイストされますので属性吸収ね溜まってますんで属性吸収のスキルを打っていきます。で最初暗闇目覚めが6ターンあったので今回は十字消しで暗闇をまず解除して攻めていきます。まあ最初から列で組んでも多分半分超えで止まるかなとは思うんですけど、とりあえずまあ安定と安心の十字や五個消しとかでちょっとずつ削っていって半分超えたタイミングでまたスキル使って列で突破するっていう形をとってます。半分超えるとねまたヘイストをやってくるのでまたここで属性吸収の二色陣が打てると。まあチェルンのスキルが強いですね、だいぶ。で発狂手前で止まってます。でこのあとですね、ここでチェルンかな、チェルン打って、であのクガネの武器も溜まっちゃってるのでクガネのヘイスト持っててもしょうがないのでここでヘイスト使ってからで2列とかで突破してます。まあ、属性吸収が非常に強いですね。10階層インドラで今回インドラに関しては、ビオーネ溜まってますのでビオーネでロック解除して列で軽減してあげれば何ら問題ないかなと思います。キャプテンアメリカ打って花火ドーンって崩すだけでも耐えれると思いますけど、でここは4ターン待ってくれるので3ターンかな、まあ、待ってくれるのでまあちょっと待ちながらチビチビ削って最後エンハンスロイヤルオーク打って突破っていう感じですね。まあある程度は削っとった方がいいかな。敵の HP 半分は切っとった方がいいと思います。すっごい迷ってるな。これ5倍速にしてるけどだいぶあのねめっちゃ心配だったんですよ。一応濃厚したいなって思ってねやってるんで結構ね緊張しましたよ今回。もうデートナーみたいにいつもみたいにサクサクいってるわけじゃないんでだいぶ緊張したね今回はね。はい、で今回ねこれねウィジャス木は外れ、もうずっとロールバックやってくる、ずっと遅延される、もうサブ全員スキルゼロ、もう本当にもうチビチビ削るしかないっす。で一応耐えればするんです、半減とかなしに。ただ HP8、9割ぐらい持っていかれるので回復全力でやらないと追いつかない。まあただここねライネスの半減だったりキャプテンアメリカとかあとはバルキリーの激減だったりもあるので、まあその辺を生かしながら耐えていくという感じで突破します。でここで女神登場。はい、白メタ、もう本当に女神ありがとう、こいつでよかった本当に。こいつのおかげでねスキルが取り戻せますね。爆弾生成のやつでヘイスト2ターンぐらいもらえるんで、
で、ここのパズル教室に関しては、今回はね、いつもだったら横で2列とか組むんですが、ちょっと縦の方が組みやすい盤面だったので、今回は縦で行かせていただきました。まあ、どう組んでもいいと思います。ミスったら死にます。まあ、爆発生かして、お邪魔落としで、全部消して、で、ちゃんとヘイストもらって突破と。まあ、こいつでよかったなーって思いますよ、本当に。はい、これで突破ですね。OK です。さあ、で、13階層はウルド。で、今回、ライネスのね、属性吸収が溜まるように持ってきてますので、はい、で、ここでね、まあ、残り2ターンぐらいになってライネス打ってるような感じになってます。ベルダンディだったら、まあ、水の吸収がはまらないからやりやすいのと、スクルドは、まあ、結局、まあ、2ターン突破いけるんかな。水のところでしっかり全力で組まないとあれかもしんないけど。ちょっと出会ってないので、削り具合が何とも言えないんですが、今回はまあ、ウルドで大当たりっていうところですね。スクルドってさ、副属性ない?こいつ、そういえば思ったけど、ウルド、あんまり気にしたことなかったけど、ウルドは火属性しかないじゃん。スクルドって水のみ?ベルダンディは木のみ?ちょっとわかんない。やばい、普段気にしたことなかったわ、そこ。副属性なかったっけ?あったような気が。いや、なかったっけ?なかったらまあ、だいぶスクルドは削りやすいですね。はい、ということで、プレーナーですね。プレーナーは、とりあえず2回目かな。2回目で、ビオーネで消せない状態解除。1回目は陣じゃない、陣というか盤面が変わってないので、まあ2回目の盤面変えられた時に、ビオーネ打った方がいいんじゃないかなと。あまりにね、光ドロップや闇ドロップが盤面に多い場合は、最初から打った方がいいですけど。で、まあ、バルキリー溜まってれば、最悪発狂ゾーン吹いても、踏んでも問題ないので、まあ、今回ちょっと発狂ゾーン踏みました。で、そうするとね、操作時間短縮やってきちゃうので、これでまあ、盤面ロックもあるけど、普通にバルキリー打てば全部解決なので、バルキリー打ってロイヤルオークで突破しますっていう感じです。操作時間が9秒なので、ルーレット生かすんだったら闇スタートですね。闇スタートですると最後水で終わるので、まあ、それを生かして列で組むとやりやすいかな。で、見る、ボス階層。まあ、ここは最初全力で削ってもらって、で、もう一回もうちょっと削ってもよかったなって思うんですよね、ここ。あ、火になったから行くかって言ったら、あんまり超えなかったなっていう。もうちょっと思いっきり削りたかったんで、もう少し半分ギリギリ手前まで持ってってもよかったかなと思いました。まあ、ここからでも削り切れるので、無効貫通は結構多い編成なんでね。で、まず無効貫通一回入れて、あ、水ねえなっつって。水ねえから、あー、でも水消しちゃったー、言うて。んで、で、次、ちゃんとあるので、一回無効貫通組んで、あ、突破しましたね。OK です。まあ、一回ミスっても大丈夫。で、今回は水ミルが出ましたと。で、水ミルも、ちゃんとライネスとか、全部、軽減系のスキルがあれば、削り切れるような感じにはなってます。で、まあ、とにかく削っていくだけ。火消せない状態は無視でいいので、とにかく削って、で、消せない状態の、水と、まあ、光か闇の時にビオーネを打ってもらうような感じかな。まあ、闇の時に打つ方がいいかな。まあ、水はどうしても打たなきゃいけないので、ビオーネを打ちますと。で、木はね、ロイヤルオークの変換色なので、これめっちゃバランスいいよね。火で一回水でビオーネ打って、木を挟んでからの光なんで、ビオーネがもう一回溜まり直すんですよね、ちゃんと。これが非常にロイヤルオークとの相性がいい。水ミルが。で、ここで今、何が来る?どこまで行ったもん。もう闇来るか。もう闇来ましたね。で、とりあえず最初は普通にそのままエンハンスで打って、ここでビオーネ、最後に花を持たせてあげてます。発狂ゾーンが一応存在するので、あんまりね、余裕持って、なんか思いっきり行くと、発狂に踏み込んでしまう可能性があるんで、一回ちゃんと確実に削れるようにしてから削るっていうところにした方がいいかなと思います。はい、ということで、ロイヤルオークに入れて、ビオーネ、強いと思いますので、まあ、もしね、購入できる方は購入してみるといいんじゃないでしょうか。ということで、今回はビオーネを入れたロイヤルオーク編成で4次元の探訪者クリアしてみました。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。